りんちゃんパパの究極グルメです。今日はですねこちら、豚肉、こちらの肩肉使ってチャーシューといってもですね、今日作るのは塩チャーシュー、こちらの方をご紹介させていただきたいと思います。ほとんど余計な材料は使わないんですけども、最小限の材料、調味料でめちゃくちゃ美味しい塩チャーシュー作っていきます。沸騰させます。これはですね、今日小ネギの切れ端使いますけども、普通の長ネギでも結構です。これ適量入れます。お酒にみりん、砂糖、豚肉入れます。今日はこれで約1キロ。そして初めは少しここからね、沸騰させていって、アクをまずは取っていきたいと思います。でアクが出てきたら、アクを取って取り除いたら、ごく弱火に変えていきます。はい、それでは味付けしていきたいと思います。まず今日はね、チャーシューといっても煮豚タイプの塩チャーシューですね。こちらの作り方になります。で塩入れます。ニンニクのすりおろし、今日は生姜は使いません。鶏ガラスープの素、でこれで蓋をして、まあ落とし蓋なんかしていただいても結構ですが、今日はまあ、アルミホイルとか落とし蓋をして、さらに蓋をして、これで3時間ぐらいコトコトした火で弱火で煮込んでいきます。はい、それではこちらがチャーシュー、塩チャーシューになります。一回凍らした方がチャーシュー麺としては作りやすいので、今日塩チャーシュー麺作っていきますが、ちょっとね、凍らしてます。で油、余分な油がね、このように出ますので、油がね、ダイエットの方とか油はあまり好きじゃないって方は、このように簡単に取り除けるので、これでおすすめします。でこれを今日はそのまま塩だれとして作っていきます。ここに大さじ4で、少し油分もねあった方が美味しいので、この豚のラード鶏ガラスープの素入れてみます。1人前で大さじ1、少しお塩を2つまみぐらいで、ここに胡椒、で今日はですね、このようにね、縦にカットする場合もありますが、今日はね、横スライスでいきたいと思います。麺を大きく、美味しそうですね。めちゃくちゃ、これをね、今は冷えているんですけど、これをラーメンのスープに食べると一気にね、とろっととろけるようなラーメンになりますので、北海道発札幌生ラーメン、4人前入って約200円ちょっとだったと思うんですけど、これ大好きでよく使ってます。はい、そうしましたらここにお湯入れていきます。ネギ乗っけます。めちゃくちゃシンプルなんですけど美味しい塩チャーシューラーメン完成しました。実食したいと思います。
はい、それでは塩ラーメンいただきたいと思います。あんまりねないと思うんですよね。いただきます。まずスープから。めちゃくちゃクリアです、スープが。うん、飲んだ瞬間めちゃくちゃ美味しいです。いやー最高ですね。ですごいあっさりしてるように見えるんですけど、かなりコクがあります。はい、でラーメンですね、いただきます。うん、一見ねあっさりしてるようなんですけど、本当にコクがあってめちゃくちゃ美味しいです。これ家でやられるとびっくりすると思うんで、ぜひやってもらいたいなと思いますが。でネギが爽やかですね。またチャーシューなんですけど、この浮かべといてるだけでね、本当にもう箸で切れるぐらいトロトロになってます。いただきます。このまま、まずは。うーん、うまっ。で塩なんで、スープの味を壊さず、ねこう食べれるんですごくいいです。めちゃくちゃうまいです。チャーシューと一緒に食べてみます。いただきます。おいしい。いやこれ家で食べられたら最高だな。おいしいです。なんか余計なものをね一切排除したような、そういうラーメン、作れるラーメンとしてはもう最強じゃないかなと。もう手で持つ、こう持つと箸でかなり崩れちゃいます。はい、それではあとゆっくり食べるとして、今日はですね塩豚チャーシュー麺、作ってきました。家で本当に簡単に作れるラーメンとしてはね、本当最高峰の味じゃないかなと、まあ、自分で言うのもあれですけど思いました。参考になった方いましたらいいねボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。